はい、今日の一品です。まずはソーセージをボイルして、最初に揚げパスタを作っておきました。これはチーカマですね。そしてソーセージのなるべくまっすぐな部分だけ切り落として、今度は同じ長さにチーカマも切り落としていきます。そして揚げパスタでこれをくっつけたら完成です。お薬カプセルソーセージ、お弁当にどうぞ。